この番組では三代講師の少子化対策として行われている出会いから出産、育児など一貫した支援を三代講師観光 PR キャラクターの人生に沿って紹介していきます。かわいいでごわすな。めでたくかわいい娘ゆめちゃんを授かった妙高さん、奥さんとゆめちゃんが退院していよいよ子育てが始まりました。相変わらず七色の汗を流してあたふたしています。ねえ、これ見て、市役所でもらった検診の予定なんだけど、いろいろあるのね。そうなんです。妙高市では4ヶ月から3歳までの乳幼児期にきめ細やかな検診を行っています。身長や体重などの測定や医師の診察だけでなく、節目節目でその時期の子どもの特徴やそれに合った関わり方のポイントを一緒に学びます。また親同士の情報交換の場になっています。4ヶ月、7ヶ月、10ヶ月では出生届出の時にお渡ししている子どもノートを使って、保健師や栄養士が子どもの成長発達や栄養についてお話などをしています。4ヶ月では栄養士から離乳食作りの実演や試食があります。また7ヶ月や10ヶ月ではその時期に合った離乳食の量や硬さなどを確認できるよう実物を用意し説明しています。1歳6ヶ月や3歳は歯科検診や復活物四面塗布子育て相談も行っています。また待ち時間を使って食生活改善推進委員の方より、各ご家庭から持参していただいた味噌汁の塩分測定や適塩味噌汁の試食、1日に食べる食品の目安を展示しています。ごめんください、お邪魔します。こんにちは、赤ちゃん訪問でお邪魔しました助産師の清水です。今日はよろしくお願いいたします。はい、ゆめちゃん、清水です、よろしくお願いします。いい子ね。三代講師では生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する、こんにちは赤ちゃん訪問を行っています。出生届の時に母子健康手帳の後ろにある出生連絡表を出していただくと、助産師がお母さんに連絡を取って自宅を訪問します。今ご覧いただいているように、赤ちゃんの体重や身長などを測ったり、お母さんや赤ちゃんの健康状態や生活の状況などを確認したりしながら、心配事や悩みを聞いたり情報を伝えたりします。このほか教育委員会子ども教育課では、出生時から1歳になるまで毎月この時期の赤ちゃんからのメッセージとワンポイントアドバイスを書いた子育て安心はがきを送付します。そして1歳になった時には1歳家庭訪問を行います。ここでは保育士と家庭児童相談員が訪問し、お母さんや赤ちゃんの生活の状況を確認したり、心配事や悩みを聞いたりしています。またご覧の本の紹介、子ども家庭支援センターや家庭児童相談室、一時保育など市の子育て支援サービスの情報を提供したりしています。子育てはいかがですか？そうですね、仕事を休んで赤ちゃんと一緒に過ごしているのはとても楽しいんです。でも子育てって大変ですね。改めて実感しました。もっとお母さんに聞いておけばよかったって感じてます。そうですね、子育てが楽しいと思えるとね、とてもいいんですが、初めての子どもさんの時は大変だと思っている方がほとんどなんです。家の中ばかりにいるのではなくって、時々は気分転換に外に出ることも大事になってきます。そうですね、
外に出るのは買い物の時や天気のいい時にお散歩に出かけるくらいですから、うん、子育て広場があるのをご存知ですか？よかったら出かけてみませんか？いいですね。どこで行ってるんですか？こちらです。はい、子育て広場は市内に5つあります。荒井地域ではいきいきプラザと飛騨南保育園、ひまわり保育園に、三代港高原地域では三代港高原こども園に、三代港地域では山南天の里にあります。それぞれの場所には専門の保育士が常駐していますので、子育てで困ったことも気軽に相談できます。また市内5カ所の子育て広場合同で、戸外の子育て広場、リズム遊びによっといで、ワイワイ運動会などを6回実施し、入園前の親子が体を動かして楽しく遊んでいます。そしていきいきプラザにある荒井子育て広場では、0歳児のお母さんと妊娠中の方を対象としたおしゃべりんばも開催しています。おしゃべりんばでは保育士はもちろん、助産師または保健師か栄養士も参加していますので、気軽に育児相談もできます。どうですか？子育てで困ったことも相談できますよ。では早速ということで、花子さんは妙子さんと一緒に子育て広場へやってきました。そこには親子で楽しそうに遊んでいる皆さんがたくさんいました。いらっしゃい、こんにちは。どうぞゆっくり遊んでってくださいね。 ありがとうございます。利用する時の注意点とかありますか？広場には遊具や絵本がたくさんありますので、お互いのことを配慮しながら自由にお使いいただいて結構です。みんなで体操したり紙芝居を見る時間もありますよ。子育てのイベントや情報も掲示してありますのでご覧ください。たくさんのお友達を作ってくださいね。お子さんのおむつを替えるときやミルクをあげるときはこちらをご利用ください。広場にいた方にお話を伺いました。子どもたちが他の子どもと遊んで刺激を受けてできることが増えました。あとこちら利用してるときに子育て情報がの紙が置いてあったり、先生からが教えてくださって、自分一人じゃできない体験や経験をすることができました。私、子供が生まれてから毎日幸せだなっていうふうに思います。子供の寝顔を見たり子供の笑顔を見たりって、今まで気づかなかった些細なことに子供と一緒に喜びを感じたり感じることができるので、すごく子供を育てるって楽しいなっていうふうに思います。うちは転勤族でこちらの市の方に来てまだ2年ちょっとなんですけれども、特にこう知り合いもない状態でここに来たので、まずここでいろんな広場の先生ですとかお母さん方と知り合えて、いろんなお話をしてさせてもらって、いろんなこう市の情報ですとかイベントの情報ですとかさせてもらえて、すごくこう市を知ることができたので、とても充実した毎日が送れています。上の子が今2歳になるんですけれども、どうしてもこういやいや言ったりですとか、あとしてほしくないことをして結構毎日怒ることが多くて、怒ってしまった後にどうしてそんなに怒っちゃったのかなって自己嫌悪になることが多いんですけれども、でも毎日こうママ大好きだよって言ってくれたり、下の子がすごい満面の笑みでこう寄ってきてくれたりすると、毎日こう幸せだなって感じる瞬間があるのが一番子育てしていていいことだなと思います。
ればいいから最初から完璧な母親じゃなくてもいいんだなっていうふうに今は思ってるので、子育てに不安を持っていても安心して一歩踏み出せていただいたらいいんじゃないかなと思います。みんな苦労しているのでごわすね。そうね、私たちも頑張らなくちゃ。あ、楽しんでですね。そうです、楽しんで子育てしていきましょうね。さあ、妙子さん、花子さん、ゆめちゃんはこれからどんどん成長して動きも活発になってきますよ。じゃあ、せーの。ちゃんおめでとう、すっかりお姉ちゃんになったわね。来年の春から保育園デビューでごわすね。妙高市には保育園と子ども園というのがあるわね。どこが違うのかしら。妙高市には子ども園3つ、公立の保育園が7つ、私立の保育園が1つ、合計11の園があります。子ども園は幼稚園と保育園の機能を合わせて持っていて、教育と保育を一体的に行う施設です。保育園は仕事などのために家庭で保育できない保護者に代わってお子さんを保育するところです。そしてお子さんの成長の手助けと教育を行う施設です。ゆめちゃんのこれからを考えて選びましょうね。あなた、入園おめでとう、ゆめちゃん。それでは応援します。出会いから子育て第2話はこの辺で。どんどん成長していく子どもたち、そして親としての自覚をどんどん高める妙子さんと花子さん、やがて子は親元を巣立っていきます。では最終話をお楽しみに。